吉田さんね答えね確かに答えってあの学校の授業では答えってのが絶対的な価値を持つんですけども世の中に出ると答えほどなななものはないなと思うんですよで答えが出てそこで旅が終わってしまうんではなくてうんなんかその一体答えってどうなんだろうゴールってどこだろう結論っては一体何なんだろうって 探求し続けるることがい、まあ、いわゆる答えななんじゃないかなと思うんですよあの冒険って終わってしまったらそこで連載終了なんですけどもでもよく考えたらその漫画でも何でもねその連載最終回があっても登場人物が全員死なない限りはその後も暮らして続くわけじゃないですかで私は昔ねあの超人戦隊ジェットマンっていうねヒーローものを こう見てすごく印象に残ったのはそのストーリーってあのバイラムっていう悪の組織があるんですよ異次元から出てくる。で地球を守るゼットマンっていうのがいるんですけども最終回で敵を完全にね、えー、もう寝返しにしてハッピーエンドで終わるんですよ。でハッピーエンドで終わるんだけども後半15分ぐらい時間が残されているんですよね。 で大体ヒーローものって番組30分ものじゃないですか前半の15分と後半の15分でできてると思うんですけども敵を全部やっつけて CM インするんですよ不思議ですよね敵をやっつけて地球に平和が戻ってきたありがとうジェットマンで終わればいいのに後日談があるんですよで後日談ってのは何かっていうと敵を倒してから多分数年後の物語なんですよねで敵を倒した後にもうジェットマンっていう組織がいらなくなってジェットマンの力が解体されてね もう本当の普通の地球人に戻ってそこでの暮らしがちょっとだけ描かれるんですよ。で、地球を守り通してもうね、その異次元からあの悪い奴が来ることもないしもう日常の生活を送る中でもうジェットマンっていうのもいらないから組織が解体されて、えー、そのジェットマンのメンバーがね、友人としてこう暮らしを送る中でそのジェットマンの5人のメンバーの中で男女がいるんですけども結婚するんですよ。でその結婚式に 向かうためにメンバーの一人がお花屋さんで花を買ってるとねひったくりに出会うわけなんですよで、まあ地球を守り通したジェットマンですからそのひったくりのねコソドロをうん簡単にやっつけてねで、結婚式場に向かおうと思って花をもう一回持つんですけどもまあねあのー、悪の怪獣みたいにとどめを刺すわけにいかないじゃないですかだからちょっとやっつけただけでもう忙しいからちょっと結婚式場行くぜみたいな感じで振り返って行こうとしたらね 息の根を止めなかったそのコソドロがナイフを持ってきてですねその刺すんですよその結婚式場に向かおうとするメンバーをねさそれやられて死んでしまうんですよ何かっていうと私たちの人生ってのは死ぬまで続くんですよねだから答えなんて死んだ時にしか出ないのかなと思うんですよそう思った時に小さな答えを 手にして結論付けて本当そのたんびに解決するような気持ちになるんじゃなくてその答えにたどり着くために何をしたのかなっていうことをいつもいつも積み上げていかないといけないし死ぬまで物語は終わらないんだなっていうことこれもやっぱり忘れてはいけないのかなと思うんですよそのジェットマンってヒーロー者で私がすごく印象深かったのは敵を倒して終わりじゃないんだってことなんですよね敵を倒すために集められたジェットマンっていう組織だけども 敵を倒ししした後も地球人とててての暮らしが待っていてねそこでは同じような危険があり地球人同士のいさかいがあり幸せや友情がありってこと、まあ言ってみれば私は視聴者としてそのジェットマンが地球に平和を取り戻した時の地球人同士の平和はまだ訪れてないというねこれを忘れていたんで細揃いに刺された時にうわなんて終わり方だと思っちゃったんですよね。でも 宇宙人や異星人が攻めてこなくても地球人同士の足の引っ張り合いや殺し合いとかっていうのがあってそこにはやっぱりね私たちは何ら答えを持っていないんですよね凶悪な事件が起きたり悲惨な戦争が起きて戦争や飢餓疫病が流行ってもまだ人は憎しみあって、ね、演説中の安倍総理を後ろから撃ったりする無名な人がいるみたいなねそんなことがあるんですよねちょっと話が大きくなっちゃったんですけども 答えそのものの中に答えはないということなのかなと思うんですよ。というところで答えというタイトルになっちゃいましたんでせめて漢字だけは書いておきます。いってらっしゃい。